はい、どうもどうも、マシです。始めましたね。今日がですね、セカスト久しぶりに巡りたいということで、ニコタマにやってまいりました。まあ今ね、バイクで向かってたんですけど、ちょっと僕のお腹が痛くなったということで、と近くのね、ファミリーマートさんでやらせていただいたんですけど、こちらがニコタマ川のセカストでございます。見ますか、これっすね。今日はね、一人画角会って思った皆様、うちの川本が待っているということで、今からこちらのね、ニコタマ川のセカスト、ちょっと僕最近お店オープンしたっていうこともあって、普段買い物できてないわけですよ。でセカストで掘り出し物をディグってね、購入していきたいと思います。あ、いますね、ちょっとね。おはようございます。遅い。遅刻ですね。あ、こんにちは。はい、ということでね、まあ一応ね、動画回しながら今来たんですけど、久しぶりに私物をセカストで買おうということでね。うん、ガクはニコタマのセカスト来たことある？ないです。おお、なんならニコタマ来るのも初めてです。マジで？うん、そうなんや。いや、でもね、今なんか余計余計なこと言いそうになったね。どうなんやろうね。ここ一応2階なんよね。そう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 、こんな感じか。楽しみで、一応今日がですね、ニコタマとどっかと駒沢よね。自由が丘や。自由が丘でございます。3店舗巡っていきたいと思うんで、まあとりあえずしょっぱちはここニコタマ川のセカスト、現役古着屋店員がね、どんな感じでセカスト見たら購入するのかっていうのをぜひ最後まで見てみてください。ガクは何か欲しいものありますか？トップス。おお、というと？今着たいから。いや、今ね、これもう天気見えません？バカ晴れてんのに彼はレザーを着ております。ある意味気合が入ってますね。バイク乗るっていうこともあったんで、まあ羽織は必須ですけれども、ちょっと暑すぎるんじゃないかということで、トップス買っていくか。半袖の人いいですね。まるっきりおじいちゃんおばちゃんみんな半袖やで。うん、行っていこう。はい、それではお楽しみに。マーシーチャンネル。はい、はい。ということでニコタマのセカスト行ってまいりましたが、どうでした？え、俺ちょっと欲しいのがあって行くと、うん、アリーズってブランド好きなんですけど、白のちょっと染めてあるパンツが、うん、これずっと気になってて、うん、それはすごい欲しかったって、うん、そしたらまさかのあってね。でもサイズがめちゃめちゃ大きくて、でかかったな。でかかった。だからちょっとやめたんですけど、あれサイズ合ってたらマジで買ってました。いや、リアル買おうとしとったもんな、うん。まあ財布の金より服の方が高いけど、ちょっと給料前借りしやろうかっていう話ぐらいもちょっともね、12,000円ぐらいかの。あれ普通に買ったらどんぐらいな？いや、結構するっすよ。アリーズのパンツやったら多分30,000円ぐらいするっすよ。あ、ほんと、めっちゃ高いね。あと僕1本持ってんすよね、アリーズのパンツを。だ、ね、白 の、 そのバラ柄のやつを、はあはあ、だからまあとりあえずサイズ大きかったからいいやって。俺はまあ見よって、ガクとも話しとったけど、ナバホのターコイズのバングル、うん、安かった。そんな安いね、うん、まあデカさによるけど相場6万ぐらい、うん、ですけど2万ぐらいでいい感じのがあって、ね、今日はね、前回アクセサリー欲しいですって僕言ってたんですけど、今日はちょっとお洋服を探しているので、まあ、次今から自由が丘行くんですけど、うん、その次にまあ時間があったら駒沢行くんですけど、最低なんか一着買いたいね。まあそうっすね。うん、俺も普通に服欲しいし。まあ時間もあれなんで、パッパ自由が丘行ってきましょう。はい、おい、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで無事自由が丘のセカストに到着しました、はい。今さっきニコタマのねセカスト行った際に、よくね多分セカストをディグってるおっちゃんがいて、話しかけてくれて、今から何自由が丘行くのって言ってたんですけど、自由が丘は多分君たちが着るような服あんまないと思うよ。行くならね、ガクのこの前国領のところ行った方がいいよって言われたんやけど、まあそんな言われたら逆に着たくなるよ。うん、意地でもね、この見えますかね、ディグりたいと思います、はい。じゃあ時間もあれなんで、パパ行きますか。よいしょ。今川本が着替えておりますが、なんとおっちゃんにないと言われてた自由が丘のセカストで僕が買いました。実は僕も一着買ったんですけど、
まあ今紹介してもいいけど、やっぱ店に戻って紹介するか。あと時間がないっていうことで、今からとりあえず駒沢行って、ですぐ店舗戻って営業って感じやから、まあ皆さんお楽しみに。結構いい感じの互いに買いました。間違いない。ぜひお楽しみに。おいおい、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで無事駒沢のセカストに到着しました。今ね、あ、どうでしょう、はい、ということでね、無事駒沢のセカストに到着しました。割とバイクやったら早いね。はい、笑うなよお前。ちょっとね、まあ面白い方はたくさんいますよね。はいはい、まあ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 、ということでね、この画角ももう飽きてきたと思うんで、パッパ見て、はい、すぐ店舗戻ってですね、買ったやつ紹介したいんで、まあとりあえず駒沢楽しみですね。うん、僕もね、物件探してる時に店舗の駒沢のセカスト1回だけ来たことあるんですけど、今日が2回目ということで、正直どんなのがあるか あんまり覚えてないんですけど、じゃあ行ってきましょう。Yeah. おい、マーシーチャンネル。はい、ということで無事店舗に帰宅しました。3店舗目行った駒沢は、まあ、わりかし掘ったらいい感じのパンツはありましたね。うん、ヴィンテージのアイテムとかもあったりしたりとか、うん、まあ革靴安定でセカストはあったね。ありましたね。うん、あ、駒沢はトップスは正直そんなだったかもし、うん、ないです。ミリタリーと、まあ、ワークのデニムの古いパンツとかは結構あったりしたイメージではありました。うん、まあね、僕らねこういうセカスト巡り毎回やってますけれども、行ったことないような買ってない。あのバズストア行った時はガクがリング買ったけど、セカストは多分買ってないかも。でもね皆さん、今回は2店舗目行った龍ヶ丘、ガクと僕が1点ずつディグレたんで紹介していきたいと思います。じゃあまずガクの1個目から。スクエアトゥーのブランドはバーニーズニューヨークのスクエアトゥーのレザーのシューズです。バーニーズニューヨークが結構まあ古いで、まあですよ、そのままですか。いやでも俺バーニーズニューヨークはあんま見てないな。バーニーズもともとそうですね、アメリカの百貨店の高級な百貨店のブランドかな。うん、たまにそう日本になる、まあ日本にもあるんですけど新品で、せやな、新宿とかにもあるもんね。そうそうそう、アウトレットとかにも用意してですね。うん、スクエアトゥーで、ユーチップで、めっちゃかっこよかった。で、ちょうど僕今この履いてるスクエアトゥーがちょっともうボロボロなんですよ。うん、新しいやつを欲しいということで、うん、こいつを新調しました。でサイズもすごい良くて、めちゃめちゃかっこよかったんで、よかったね。買っちゃいました。まあソールちょっと減ってるんですけど、うん、まあ状態はすごくいいんで、しかも値段がなんとは3000円。安い。3000円でスクエアトゥーゲットできたんで、これはすごい僕満足してます。いやいいな、うん。僕らのお店にもねスクエアトゥーの入れたんですけど、うん、瞬殺やったもんね。そうやね。割とやっぱみんなスクエアトゥー気分なんかなと思うので、ぜひ。自由が丘いいって額は見つけたんでね。あ、そうですね。まあ全く同じのがあるとは思えないですけど、まあけどバーニーズやからワンチャンあるかもしれないですね。うん、探せば。だからね、まあ古着屋で購入してもいいですけど、セカストやったらまさかの3000円で購入できるっていうことなんでね、ぜひ皆さん気分だったら感じです。はい、おい。で僕が購入したのがこちらですね、フラックス。これめちゃくちゃいいですよ、ね。僕あの3000人した動画で上げた通り、まあ、スラックス唯一ね地元に持って帰ってたんですけど、実は言うと僕事故っちゃって酔っ払った状態で、車に乗ってたとかじゃないんですけど、まあ普通にねちょっと理由話したら長くなっちゃうんですけど、まあ事故ってヒューゴボスのスラックスがビリビリに破れちゃって、今スラックスがないっていうことでね、ずっとスラックス欲しいなと思ったんですよ。でブランドがまあ謎ではあるんですけど、ジップがロケットタロン、そうロケットタロンがよく使われてたのが、まあ、60年代から80年代ぐらいなんですけど、タグが唯一あるんですけど、これがまあ刺繍結構テーパード効いてるんで、80年代ぐらいのスラックスかなとは思います。で僕身長170で体重60キロぐらいなんですけど、リングスがマジでハマるっていうことと、チャプレスも残ってる、ブラックもいいんですけど、今から使うスラックスってなったら個人的にはこういうチャコールめちゃくちゃいいかなということで購入しました。値段の方がですね、3900円。ああ安い安いめっちゃ安いめちゃくちゃ安い。この夏大活躍するかなと思います。一回試着ね、したんですけど、めっちゃシルエットが良くて、やばいね。マシ君にすごいサイズがぴったりだったんですよ。なかなかないよな俺にはまる。大体僕溜まっちゃうんですよ、うん、足短いんで、うん、ね、今ちゃんと映ってるか分からんすけど、本当に
この夏めちゃくちゃ履くと思うんで、ぜひ店頭に遊びに来た際にね、お、セカストで買ったスラックスやんって突っ込んでほしいです。ということで、僕とガクがこの自由が丘、ニコタマ、あと駒沢、うん、3店舗回って買ったのがこの2点でございます。マーシーチャンネル、はい、以上ですね。どうでしたかね。セカストはね、全国にあるんで、うん、僕らが回った関東だからあるっていうわけじゃなくて、うん、ありがたいことにコメントを結構してくださってて、新宿のセカスト意外とディグれますよとかコメントしてくださってたんですけど、うん、ちょっと僕らバイクで移動してるんでね、新宿に行くっていうことにチキってて、まあ、今回は行かなかったんですけど、そういったねコメントしてくださったところには行きたいかなと思っております。なんか千葉とか神奈川とか結構コメントしてくれてたんですけど、まあ今もうお店が始まったっていうことで休みもないんでね、今日も午後から普通に営業してるんですけど、午前中に朝早集合して、でファーッと昼戻ってきて、で飯食って営業って感じでやってたんで、まあコメントしてくれて行ける距離であれば、そうですね、どんどん回っていきたいかなと思います。いつものスタイリングをインスタグラムに投稿しておりますので、ぜひそちらの方もチェックよろしくお願いいたします。お願いします。あと、いつもガクがね3点以上ベースにて商品を紹介というか投稿してくれてるので、はい、ぜひそちらの方も概要欄に記載しているのでチェックよろしくお願いします。お願いします。とまだの方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。お、それではまた See you。ご視聴ありがとうございました。インスタグラム、YouTube 登録よろしくお願いします。あと、グッドボタンも忘れずに。See you!